皆さん、こんにちは。中小企業診断士でシステム監査の加藤忠宏です。今日はですね、システム監査の令和5年後に小論文試験の問2についてちょっと整理をしていきたいと思います。論述までは書きませんけども、ものの考え方がとてもこの問いには重要な問題で、ものの考え方を間違えてしまうと、そもそもですね、合格できる論文ではなくなってしまうので、その点についてちょっとお話をしていきたいと思います。何かの参考になればと思いますので、よろしくお願いします。令和5年後にの問2のテーマはサイバーセキュリティでした。しかし、このサイバーセキュリティという言葉に誘われて論述テーマとして選択するということは、ちょっとですね、大きなもう間違いを犯すことになりかねないということになるわけです。それはというと、採点者の講評を読んでいくとですね、こう書いてあるんですね。問2では、サイバーセキュリティの管理体制について求めているが、体制や個別システム、個別プロジェクトについての論述が目立った。で、設問までは、体制が必要である理由が不十分な回答が多く、設問 E では、サイバーセキュリティの管理体制における PDCA サイクルの適切性では、PDCA それぞれについての記述している回答が少ない。プランドゥシーチェックアクションですね。継続的なサイバーセキュリティ体制の組織的な活動という、マネジメントシステムということになります。で、PDCA の一部についての記述であったり、一般的な情報セキュリティの内容や脆弱性対策など、技術対策に、偏重した内容が多かった。まあ、ある意味、当然といえば当然、情報処理技術者ですか。でも、それではいけないと。設問では、インシデント、事故が発生したときに想定した体制について論述してない回答が散見された。これ、気がつきましたか？最後のところ。インシデント発生時の体制に、想定した体制について論述していない。だから、君はダメだって言ってるんですね。気がつきましたか？この問2の問題の本質がここに実は隠れているんですね。それは何か。実は、この問題って、サイバーセキュリティの問題じゃないんですよ。BCP 計画、事業継続計画の問題なんですね。だから、BCP 計画として、この論述を進めていかないと、そもそも戦略の部分で、論述戦略の部分で間違えているということになるんです。で、まあ、サイバーセキュリティね、普段やってるよとかっていうことで、はいはいはいっていうことで取ってしまいがちなんですが、すごく重要なのが、BCP 契約の点検に関する問題という観点が必要で、そのための組織体制や、プランドゥシーチェックアクション。もともと、BCP というのは、一番最初が ISO 17799という情報セキュリティのマネジメントシステムの中、ISO ですね。その中の第11章が BCP だったわけで、そこから独立してますから、基本的にマネジメントシステムなんですね。そのことが書かれていないと、完全に手落ちであるということになります。で、ですね。論述について、まず冒頭部分についてお話をしますと、まあ、脅しが書いてあって、インターネットで外部ネットワークと接続するためにサイバーセキュリティのリスクが高まって、よし、書かなきゃなっていうふうに思っちゃうんですね。でも、これが罠なんですね。というのは、実は論述のその問題文の最初の10行ぐらいって、論述とあまり関係ないかったり、あくまで事例ですけどもということが書かれているに過ぎないんですね。で、すごく重要なのは後半部分で、まあ、例えば特定の情報システムでインシデントが発生しないように技術的な対策を実施するだけでは不十分。だから技術のことを書いたのだ。そんなに点にならないんですよ。だから技術よりも組織の体制について論述が必要だし、
例えば API 連携で親会社と私どもの会社とかっていう形で連携しているような複数のシステムが連動しているものを想定して書くと書きやすいんじゃないかなと思います。また、インシデントの発生時に被害を最小に抑えて速やかに復旧するって書いてあるんですね。で、事業を継続するように対策をしていく。これまさに BCP ですね。問題の中に BCP って潜んでるんですよ。これを見破れないで取るとダメよ。で、これが重要であると。重要っていう言葉が入ると、最重要課題になる。ここを論述しないとあかんっていうことですね。で、システム監査人はサイバーセキュリティ管理体制が適切かどうかを確認する必要がある。必要があるって書いてあります。重要である、必要である。求められる。ここら辺が、論述のポイントと思います。で、目次を作ってみました。設問は第1章ですね。概要と体制で、ビジネスの概要と体制の必要性っていうことですね。で、設問2が PDCA 監査の着眼点、硝石、確認する内容。で、うが復旧の監査の手順と、着眼点、硝石内容ということになりますね。これで目次を作ります。それぞれ800、800、900とか800、800、800で書いていけば、指定字数を上回って論述できるんじゃないかなと思います。で、実際に、当てはめてみるとということで、例えば、ゼネコンの下のサブゼネコンを想定して、その IT システムについて書いてみたらどうかなと思います。で、目的は、ゼネコンの下がこの会社で、その下に協力会社がいるという形なので、サプライチェーンマネジメントの中核ですから、この想定した会社がですね、機能停止に陥ると、上下とも機能停止に陥りますので、得意先協力会社を巻き込んだ連携 BCP というものが必要になってまいります。で、PDCA サイクルの監査については、着眼はですね、実現可能性で、プランドゥシーチェックがちゃんと実現できるかということになります。そうなってくると、内部監査を実施する必要性があるので、それでないとチェックができませんよね。だから内部監査人の育成であるとか、いうことも必須になってくると思います。どうですか？内部監査人の育成について論述しましたか？思いつきましたか？監査硝石は内部監査の記録やマネジメントレビューの記録、規定や記録ということになります。で、確認すべきなのは、ですね、プランドゥシーチェックしたときに、新しくですね、発生した脅威への対策が盛り込まれているかどうかも重要な課題ではなかろうかなと思います。情報システムは常に進化しますからね。で、設問後の復旧監査については、着眼点は、インシデントを早く切り離して、インシデントが発生した場所を切り離して、全体への波及をさせない仕組みですよね。すると、復旧の手順、手法、親会社の協力会社との連携とか、体制で、これらの体制で素早く復旧するっていうことが重要だと思います。どうでしたでしょうか？あなたが思った論文と私が述べたことってどうです？違和感なく受け入れられましたか？違和感のある方はおそらく何か、換算の論文に関して考え方がちょっと、ずれてるようなのではないかなというふうに想定されますので、ちょっとですね、ご自分の論述のあり方について見直しをされた方がいいかなと思います。で、弊社はオンラインクラウド型で教育を対応しております。こちらのですね、ページにアクセスしていただければですね、今からでもシステム科学者技術試験の論述講座を受講することができますので、よろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。